たまごチャンネルです。たまごさんの中身気になるの。今日はですね、前に視聴者さんからこういうものがありますよって教えてもらったものを今からちょっと開封しようと思います。たまごさん今日食べ物じゃないよ。たまごさんですね、これちょっと結構前から実はもう届いてたんですけど、ずっと開けてなくて、たまごさんこれ中身が知りたくてずっと待ってたんですよ。はい、たまごさん開きましたよ。こちらパクパクくんローラー。トモさんそっちがいい。トモさん見て、パクパクくんローラー、こちらをですね前におすすめされてたんですけど、今日ちょっと今からちょっと使ってみて皆さんどんな感じかちょっと伝えたいなと思います。それとですね、これは別に言われてはなかったんですけど、たまごさんコロコロが好きなんでですね、今日はたまごさんにパクパクくんローラーを、まあちょっと安全かどうかちょっと今から触ってみて、良さそうだったらちょっとたまごさんに使用してみたいと思います。ではちょっとこれ破ります。はい、今開封の方しました。これ押したらですね中が開くみたいですね。それでこうゴミ箱に捨てるみたいです。で、こう、使い方はですね、なんか押して引くだけって書いてたんで、ちょっと今からやってみたいと思います。ゴミはですね、ちょっと、映しません。私のリアクションで反応してください。ちょっと見てみますね。あ、まあこっちは全然ついてないですね。こっちには全然ついてないです。全然ついてないです。中身ですよね。ちょっと見てみますね。ほうほうほう。まあ日頃ちょっとコロコロしてるんで、もともとあんまないんですけど、そうですね、入ってますね。入ってます。ちょっと違う、ちょっと向こうの部屋あんまりやってないんで、向こうの部屋ちょっとやってみますね。はい、それではですね、こちらの部屋に来ました。ここはいつも前に紹介したたまごさんがいつも昼にお昼に寝てるとこですね。自分で潜って寝てます、ここで。それではですね、ここ正直最近ちょっとやってないんで毛がすごいと思うんですよ。ちょっとこれで使用感試してみます。たまごさん行きますよ。行くわよ。おおお、なんか見た感じもなんか取れてますよね。どうですかね、動画的に映ってるんですかね。これ掃除してないのがバレますね。お、なんかキティちゃんが、これキティちゃんなんですけど、キティちゃん映していいんかな。まあいいと思う。お、結構取れてますね。こちらネットで1000円ぐらいでしたね。では見てみます。まあ皆さん、まあもし知ってるよって人も、使ってるよって人もいると思うんですけど、知らない人がですね、ちょっと興味があるなっていう人に、コロコロの癖で押しようね、うん、いや押して引くって書いてたよ。あ、そうなの、うん、ではちょっと、あ、少しついてますね。ちょっと見せれません。ちょっと中見てみますね。中、ちょっと映せません。あ、これ、皆さん、買いです。はい。猫ちゃん飼ってる方、これ、こういうのすごいいいですね。ちょっと、フローリングとかちょっとわからないんですけど、おそらくフローリングはもう拭いた方がいいと思いますね。でも、こういうカーペット類は、ちょっと見せれないんですけど、やばいですね。
これは。これ1000円だったら私買いますね。まあ、買ってるんです。買ってるんですけど。はい。これおすすめですね。コロコロ、まあ、コロコロはピッと剥いで終わり。これはま、ちょっと捨てるっていう動きが発生するんですけど、実際結構中に溜まるんで、これいいですね。これいいです。おすすめします。じゃあちょっと中身ちょっと綺麗にして、ちょっと綺麗にしてから、卵さんの背中に、ちょっとだけ、多分でもこれ回らないな。使っても意味ないかもしれないですけど、ちょっとだけやってみます。はい。では、今からちょっと片付けます。まあちょっと結構時間経ったんですけど、この細かいホコリがですね、意外に取れなくてですね、ちょっと時間かかりましたね。ちょっと不衛生だったんで、結構綺麗に丁寧に拭き上げました。はい。では今からですね、卵さん大体寝る前にこのコロコロをするんで、じゃなくて今日はちょっと最初こっちでやってみたいと思います。パクパク組んでですね、では呼びたいと思います。あれ卵おいで、あれ卵さん、あれ卵さん、あれ卵おいで、あーおいで、あーおいで、あー偉いね。はい、では卵さんも来たんで、安全に優しくします。毛に逆らわず、逆らうとちょっと危ないかもしれないんで、一応ちょっと大きな、トモさんどうですか。悪くない、気持ちよさそうですね。これは気持ちいい時の顔ですね。いい卵さん、今日はですね、視聴者さんから紹介してもらったパクパクくんローラーを使ってみたという動画だったんですけど、皆さんもよかったらこういうのありますよとかあれば教えてください。ぜひ、まあ高いものはちょっと厳しいんですけど、まあお手頃な価格だったら購入してちょっと使ってみたいなと思ってます。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。